第二次世界大戦前のバツェビチ・グラジナ・バツェビチは、ポーランドの女性作曲家、バイオリニスト。ポーランドの内外で、国際的に認知された、最初のポーランド人女性作曲家である。父親は、リトアニア人の音楽家で、ニー・ビータウタス・バツェビチュスは、リトアニアの、もう一人のニー・キエイ・ストゥットは、ポーランドの作曲家になった。父・ビンカス・バツェビチスより、 ピアノとバイオリンの手ほどきを受ける。1928年にワルシャワ音楽院に学び、当初はバイオリン科とピアノ科に在籍するも、1932年に卒業するとバイオリニスト兼作曲家として活動を始めた。イグナツイ、ヤンパデレフスキより、奨学金を給付され、パリに留学して1932年から1933年まで。 エコールのルーマル音楽院に進み、ナディア・ブーランジェの訓等を受ける。その間、アンリ・トレの個人指導を受けた。その後フランスを離れて、カール・フレッシュの下で研鑽を積む。研修を終えると、演奏家や作曲家、審査員として様々な行事に参加。1930年を通じて、グジェゴジ・フィテルベルクの指揮する、ポーランド放送還元楽団のコンサートミストレスを務める。 この職務を通じて自作を上演してもらう機会が得られるようになった。第二次世界大戦中はワルシャワに暮らし、作曲を続けながら地下組織の秘密演奏会を行って、二つのバイオリンのための組曲などを初演。1936年に結婚。一人娘のアリーナ・ビエルナツカは著名な画家となった。戦後はウッジ国立音楽院の教授に就任。この頃から、 音楽活動を作曲に切り替えるようになり、多くの賞や愛食を受け、1954年に自動車事故で重傷を負ってからは、作曲のみに専念した。作品の大半は、バイオリン曲である。7つのバイオリン競奏曲、5つのバイオリンソナタ、2つの無伴奏バイオリンソナタ、7つの弦楽四重奏曲、2つのピアノ五重奏曲、4つの公共曲がある。 バイオリン曲、ありがとうございます。